ゴフの地図。北は地図の左側に向けられている。ゴフの地図あるいはボードリーの地図は中世後期のグレートブリテン島の地図。ブリテン島の道路地図としては現存最古のものであるが、正確な作成時期は不明。1809年、リチャード・ゴフがボードリー図書館にこれを移存したことにちなみこの名で呼ばれるようになった。 ゴフがこの地図を手に入れたのは1774年、古物収集家であるトーマス・マーティンの邸宅においてのことであった。数多くの複製が作成され、クイーンズ大学ベルファストはインターネットで、オンライン版を公開している。地図の大きさは11556センチメートルである。ザ・ゴフマップ、ボードリー図書館。2008年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年2月1日閲覧。オックスフォード・ブリテン諸島の歴史4作品23、ゴフ・リチャード・ブリティッシュ・トポグラフィー・オア・アンヒストリカル・アカウント・オブ・ホワット・ハズ・ビイン・ドーン・フォイラストレーティング・ザ・トポグラフィカル・アンチクイティーズ・オブ・グレート・ブリテン・アンド・アイルランド・ロンドン p76https コロンスラッシュスラッシュブックスドット g o o g l e トコムスラッシュブックス id イコール oc8 博士ピコグラムイコール pa76v イコールオネパゲ &q&f イコールフォルス2016年3月25日閲覧マッピングザレルムクイーンズユニバーシティベルファースト2008年2月1日閲覧ゴフマップアバウト ありがとうございます。